ースが HR ダービー参加を表明。フィリーズ・ドジャース、日時間11日フィラデルフィア大谷翔平投手の所属するドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が10日、日時間11日、オールスター、前日に行われるホームランダービーに参加することが決まった。同日の敵地、フィリーズ戦で外野守備中に米局 ESPN のに応じ、自ら発表した。T ・ヘルナンデスは、今季からドジャースと1年契約を結んだ。試合前の時点で、大谷に次いで、チーム2位の19塁打をマークしている。オールスター戦には控え野手部門で3年ぶり2度目の選出。以前からホームランダービーに参加したいと明かしていた。この日、2番、右翼で出場すると、3回の守備中に ESPN のに応じ、ああ、今年参加する。昨日招待された。出場する。楽しみだと表明。その直後に公式が X、旧、Twitter で正式に発表した。ずっと出場したかったと思いを語り、デノ・イーベル三塁コーチに打撃投手を依頼するという。この日、4どころ地開催のレンジャーズからアドリス、ガルシア外野手の参加が発表され、出場全8人が決定した。大谷やヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は辞退している。フルカウント編集部。